先にご報告あります。84,300円と、よいしょ。前回言った時は83,300人だったよね。3日間で1000人の歌ね。本当にありがとうございます。5周年の熱がもう盛り上がってきた感じがするよね。みんなのこの登録から盛り上がりを感じます。僕はこれからも一緒に楽しんでいこうね。でこの動画に関してなんですけど、白ひげが登場してすぐに投稿していると思います。まだ白ひげは引かないで1回ステイした方がいいよということをねお伝えする動画になってるんで、ぜひ参考にしていってください。一緒に楽しんでいこうぜ。それでは本編スタート。みんなこんにちは、ハリーです。みんなこんにちは、ハリーです。ボーティーラッシュ楽しんでるかい。今回なんですけれども、トゥートゥビコプチャー3回目って売るのかな。早速ワクワクしていこう。ということで今回もですね、バウンティーラッシュ大好き人間がみんなとしてワクワクを創業のトピックを紹介していきますよ。早速見ていきましょう。と見ていきますとは、5周年3回目本当に来るな。さあ皆さん、5周年キャラクター第2弾となります東武線キャラクター白ひげが登場することが発表されました。最近このオープニングばっかりだね。ここまで見た人だった、あれ俺この動画毎回見たっけなってなっちゃうよね。そろそろオープニングの挨拶変えるか。その白ひげが登場したことによってですね、なんかいろいろ噂になってます。5周年キャラクター第3弾、これ来るんじゃないのっていう風に言われてるんだよね。なのでもしかして本当に来るかもしれないということですね。僕白ひげが登場する前からまさかの5周年キャラクター第3弾予想した動画作ってます。ぜひですねそっちの動画見てみてほしいんですが、今回は誰が来るのってことではなくて、本当に来るのっていうのね、ちょっと疑っていきたいなと思います。早速やっていこう。いやーバウンティーラッシュ大好きすぎてですね、4年間くらい情報を集めていたら、本当なのこの情報とかね、本当にこれ来るのっていうことが多々あるんですけれども、今回はその代表例と言ってもいいくらいですね。今回ばっかりはちょっと僕も片足突っ込んでいくよ。まずなんで3体目が騒がれてるかと言いますと、一番の問題になってるのはこれじゃない。そう、白と黒。なんかダセーな、トピックの言い方がダセーな、なんか小学生幼稚園児みたいになっちゃったね。白と黒なんです。問題は金か銀じゃありません、ルビーかサファイアじゃありません、白と黒なんです。白と黒っていう新属性が登場したんです、バウンティーラッシュで。それで白属性の周辺が登場するってことが分かったってことは、黒属性が登場するんじゃないのって言われてるわけなんだよね。でしかもその白属性だけで別に良かったのに発表するのはね、なのになぜか黒属性まで発表しちゃったっていうことで、でしかもその相性っていうのも発表されてるんだよね。それはこちら見てほしいんですけれども、白属性はキャンキョウのキャラクター3体赤青緑に対して少し有利だよっていうことが分かってます。その赤青緑はこれから来るであろう、まだ公開されてない黒属性に対して少し有利ってことも分かってます。そして黒属性は白属性にもうめっちゃ有利だよってことが分かってるんですね。となると今白ひげがディフェンダーで登場したってことは、そのディフェンダーで登場した白の白ひげに対してめっちゃ有利な黒属性を引いちゃえばいいんじゃないのっていう風にねみんな思ってるわけなんだよ。だから3体目が白ひげじゃなくてね黒属性を待とうとかこういう話になっちゃってるわけ。いやただね僕思ったのよ、配信を見返してみたの。それでそしたらタナピー言ってんだよね、黒属性はまだ出ない、まだっていつ、まだっていつ、わかんない、僕の感覚ではまだって、ライブ配信が始まる前にトイレに行くときにちょっとトイレ行ってくるねっていうときはなんか、あ、おしっこなんだよねとかなんだけど、まだ待ってまだ始まんないかっていうときはちょっと大きい方うんちなんだよねっていう、なんかそのそっちの違いな気がするんだけど、まだってわかんないけど、みんなのまだってどれですか、振らないで。こんなとこで振らないでみんなに、どっちですか。僕はまだって言われたらある程度時間があるなっていう風に解釈するんで、白ひげが登場してからちょっと時間経つんじゃないのって僕思ってるんだよ。だからもうこのまだっていう発言と白と黒を発表したっていうことと、白と黒を登場させたことによって問題が生じたサポート問題、これね詳しく動画で紹介してるから絶対みんなそっち見てほしいんだけど、この中でも話した通りサポートっていうのが充実していない分、これからサポートキャラクターが登場してくるんじゃないかなと思うんだよね。だから 5.5 周年までの5周年間のこの半年間は白属性のキャラクターが中心的に出てくるんじゃないかなって僕思ってんだよね。だから黒属性は 5.5 周年なんじゃないかなっていう風にちょっと思っちゃったので、3体目がないんじゃないかなって僕思ってんのよ。みんなどうかな、これ僕だけかな、意外と感じてんの、なんかない気がするんだよね。でしかもねまだまだないんじゃないかなって思えるところが、運営さんの過去の投稿からも見つかりまして、今回さ白ひげが登場した時に配布されるダイヤ数みんな覚えてる？そう、5日間で300個配布されます。
これやばいよね。300個ってタナピーのダイヤから配布されたことは過去に一度しかないんだよ。そう、夢レビーの時なんです。夢レビーの時何個だったかって言いますと、5日間、4回、日曜日に50個ずつ最大200個のダイヤが配布されるって言ってるのに、プラスして夢レビーが登場時のアニバーサリー配布ダイヤ、これが150個、さらにログインボーナス特典のダイヤ配布とかもあったっていうことで、合計してみるとめちゃくちゃ配布があったんだよっていうこと、500個以上配布があったっていうことになってるんだよね。これに相当するのが今回の集計登場時のダイヤ配布数なんだよ。でこれを考えてみた時にね、いやいやいや、ちょっと待ってと、もしかしてこれ白ひで終わりなんじゃないのと思っちゃったんだよ。ダイヤ数的にも過去にこんな配布されたことがないんで。ちなみに去年登場してたエンマゾロ、これ何個だったかっていうのを見てみたんですが、なんとタナピーダイヤ200個です。今回より100個少ないの。そしてこの時期に登場してた青カイド、夢レビーの前に登場してた3周年のキャラクターだよね。あの時何個だったかっていうと、ログインボーナスの90個にプラスしてタナピーダイヤが100個、これだけなんだよ。ということで全然配布されてないからこそ、次に来た夢レビーがダイヤ配布が多かったっていうこともあったり、その夢レビーとダイヤ配布数と相当して多かったのが今回の白ひげの配布数、まあそれとほぼほぼ100個近くしか変わんなかったよっていうのが去年の4周年のゾロくんっていうことになってるので、ダイヤ配布数的に見てみてもなんか今回で終わりそうな気がするんだよね。さらにまだあります。ゾロくんの時に来てた毎週日曜日10連無料ガチャっていうのがゾロくんの時は来てるんですけど、なんとこちらがですね今回も来てるんだよ。白ひげ登場ということで、毎週日曜日アニマンが終わった後にねすぐ引けるようになります10連無料ガチャっていうのが2月27日まで1ヶ月間の期間行われることは決定してます。こちらなんとゾロくんとほぼほぼ同じ期間っていうこともあって、これワンチャンさもう次の挑戦キャラクターないんじゃないのっていう風に思ってきたんだよね。ちなみになんですけれども、青カイド3周年の時この時期に登場した夢ルフィの前の1体目だとしたらね、どうだったかっていうと、なんと日曜日の10連ではなくて1日1回無料10連だったのよ。だからこれを見てみてもね、そしてこの後に夢ルフィが登場して白ひげと同じようなダイヤ配布と日曜日のダイヤ配布とかもあったっていうことだったので、これを加味してみるとね、なんか今回は青カイドみたいな感じで1体目で、その後夢ルフィが登場するから2体目だよっていう感じではなくて、去年のエンマゾロ、カイドウ、夢レフィの時の夢レフィの時、その2つと同じようなイベントの傾向になってるんだよね。いやみんなこれどうかな。一応で過去の傾向を元にした情報をまとめただけなので、いやいやいや、お前この後全然5周年感謝第2弾来たじゃねえかよってことまで余裕であると思うんだよ。ただ現状まだ白ひげが登場していない時点でのなんか過去の傾向的なものと今回白ひげで来るイベントを比べてみただけではね、正直もうないんじゃないかなっていう風に思ってきました。なのでね、僕はちょっとな3体目本当登場するのかなっていう風に思ったので、この動画を作ってみたという形になってるんですね。いやどうだったみんな。僕がね言いたいことはもうこれで全てなんですけど、一応全部ね紹介した通りちゃんとねデータ的にもなんかダイヤ配布数とかもほぼほぼ同じだったりとかっていうこともあるので、なんかねどうなのかなっていう風に思ってます。みんなどう思いますか。5周年キャラクター感謝で今回周平登場するとしたら、この感謝第2弾夢レフィー枠で登場してほしくないよね。でもしね第2弾とかで登場するんだとしたら、エンマゾロのイベントキャンペーン自体が更新になる31日、ここが注目日になってくるし、エンマゾロのガチャ自体が更新になる2月の14日、ここも注目ポイントになってくるんじゃないかなというふうに思ってます。青カイドが来た後の夢レフィー、これがどんぐらいの期間で夢レフィーの生配信が来ますよっていうふうに分かったかと言いますと、こちら1月の27日に青カイドが登場してるんですが、なんと2月の1日にもう夢レフィーが登場するよということを予告したサードアニバーサリー特別生配信っていうのが行われることが決定してるわけなんですね。これ考えてみても27、28、29、30、31、1、ほら6日間で登場することが決定してんだよ。次で2日に生配信行われまして、結局夢レフィーは3日に登場したっていう形になってるので、これを考慮して見てみても、夢レフィーが登場したのが2月の3日、生配信が2日、1日に生配信の予告ということだったので、カイドウと6日後っていうのを今回の白ひげに当てはめた場合は、白ひげ登場が24日、そっから6日後は30日ですから、
から30日翌31日に生配信だとちょっと合わなくなってくるんだよね。31日がイベント更新になってくるので、なのでみんなが言う31日のイベント更新だとするなら、31日に新ジョブ戦キャラクター、30日に新ジョブ戦キャラクターの生配信、29日にはその新ジョブ戦キャラクターの生配信予告がないと31日のジョブ戦キャラクターはないんじゃないかなっていうことが見えてきます。なので注目日としては31、14日って言ったんだけど、その31日の生配信が行われるなら29日でみんな注目しておきましょう。今回で言うと5日後だね。いや本当に来るのかな、どうだろうね、楽しみだね。タミヤ見てくれてありがとう。どうだった？個人的ね、なんか29日のイベントキャンペーンとかの生配信が始まるとかっていう風に僕は思えないんだよね。まあ14日とか行くんだったら、今の話で行くならね、14日登場、13日生配信、12日には生配信で予告っていう感じになってくるので、まあそれもありなのかなとも思いつつ、今後どうなのかなっていうのをちょっと注目していこうかなと思います。最新情報をねすぐ流すので、生配信が来たよとかね、生配信予告が来たよとか、いろいろ絶対残していくので、ぜひチャンネル登録もよろしくね。見ていただきました。次のところでお会いしましょう。ではまた。いやー5周年盛り上がっていくよ。